女子メジャー第4戦、アムンディー・エビアン選手権最終日、14日、エビアンリゾート GC、フランス、6523YD、パー71、1打差2位から出た古江彩香が1位イーグル6バーディー、2ボギー、65、でプレイ。通算9アンダーで逆転し、メジャー初優勝を挙げた。ホールアウト後に涙を流した。 22年、トラストゴルフスコットランド女子オープン、以来となるツアー2勝目。通算17アンダー首位タイで迎えた18番、パー5、では2ンに成功し、イーグル締め。ホールアウト後のインタビューでは、本当に15番ぐらいまで我慢のゴルフだったんですけど、自分を信じてゴルフをやれたのが、最後いっぱいバーディを取れた。 ありえないぐらい本当に嬉しいです、と歓喜した。大会は2013年にメジャーに昇格。それ以前の1997年に小林博美、2009年、11年に宮里愛さんが優勝しており、大会としては3人目の日本勢優勝。メジャーとしては初の日本人チャンピオンになった。日本勢のメジャー優勝は、樋口久子。 1977年全米女子プロ選手権。渋野日向子、2019年 AIG 女子オープン。佐藤由香2021年。24年全米女子オープン。に次いで4人目。大会にはスポット参戦した2021年が初出場。東京五輪の出場権を逃し、悔しさを抱えて臨んだ本大会で4位に入り、 米ツアー本格参戦を決めるきっかけになった。米ツアー本格参戦3シーズン目の今季は、ここまでの16試合で8度のトップ10。トリンランキングの日本勢トップ2をキープして8月のパリゴリン代表入りを目指していたが、山下美優が6月、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権、おにいで終えてランキングの逆転を許し、 再び代表入りを逃して本大会を迎えていた。